2015年アムトラック脱線事故は、現地時間で2015年5月12日夜に、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアの付近で、全米鉄道旅客公社が運行する、ワシントン DC からニューヨークに向かう列車が脱線した、鉄道事故である。事故当時、この列車にはおよそ240人が乗っていた。 脱線した各車両の一脱線した車両2015年5月12日の午後9時10分頃アムトラック北東回路を運行する北行きのノースイーストリージョナルナンバー188はフィラデルフィアの30丁目駅を発車した列車は7両の客車を1年前製造の ACS-64 型電気機関車が牽引するものであった約11分後列車は ノースフィラデルフィア駅から2.9マイル南東にある福福線の本線を走行しており、ポートリッチモンド地区にあるフランクフォードアベニューとウィートシーフレーンの交差点の近く、フランクフォードジャンクションにある4度の左カーブに進入した。列車は午後9時21分に脱線した。乗客は最初に先頭部が揺れ、その後急停車したと報告した。機関車と 客車全7両が脱線し3両が横転した。NTSB の担当事故調査官によると、列車に搭載されていたイベントレコーダーから運転士が非常ブレーキを使用した時列車は106マイルパーアワーで走行しており、脱線時の速度は102マイルパーアワーであったと述べた。制限速度はカーブへ進入するまでが80マイルパーアワー、カーブ内では50マイルパーアワーであった。 事故直前に機関車のフロントガラスに何らかの投射物が衝突した可能性がある。機関車には運転士の操縦に関わらず自動的に列車を停車させたり安全な速度まで減速を行うポジティブトレインコントロールが搭載されていた。アムトラックの職員によれば p t c は議会が定めた期限の2015年12月より前に導入されていたが予算不足。 技術的なハードル、官僚的規則から稼働していなかった。アムトラックは PTC に必要となる北東回廊の電波の権利を購入しようと4年間 FCC と交渉を続けた。記者会見の中で NTSB の一員は記者団に現在我々が知っていることから考えれば、このようなシステムがこの区間に導入されていれば事故は起こらなかったと思うと述べた。 フランクフォードジャンクションではこの事故以前にも一度死亡事故が発生している。1943年9月6日、当時ペンシルバニア鉄道が運行するワシントン発ニューヨーク行き列車の中でも主要列車であったコングレッショナルリミテッドのニューヨーク行き臨時便が同じカーブで脱線し、79人が死亡し117人が負傷した。また、 日本国内では2005年に発生した JR 福知山線脱線事故との類似点を指摘する報道もある。事故現場に到着した NTSB の緊急調査団連邦捜査局は現場で調査を行い、この脱線がテロによるものであるとする印はないと発表した。NTSB の調査チームも調査を行った。両機関が発表した非公式声明によると、 初期に得られた情報は、この脱線は事故であると示していた。5月13日までに、列車のイベントレコーダーが回収され、NTSB の指令センターで解析された。NTSB は列車に搭載された全面カメラの映像から、脱線したカーブへ侵入する際に列車が加速していたと特定した。NTSB の代表は、事故の65秒前の速度は60マイルパワーで、 あったが、16秒前には90マイルパーアワーに達しており、運転士がブレーキをかけた時には106マイルパーワーを超えていたと述べた。5月15日に開かれた記者会見で、NTSB は、車掌の一人が口述する通勤列車の運転士と、アムトラックの列車の運転士が両列車に何らかの物体が衝突したと無線で通話するのを聞いたと述べていたことから、 事故の前に列車に何かが衝突した可能性があると発表した。その後調査官は列車のフロントガラスに拳ほどの大きさの円形の傷を発見し分析のため FBI に協力を要請した。現場付近を走行していたセプタの通勤列車とアムトラックのアセラの2本は事故の数分前に何らかの物体に衝突していた。セプタの列車はフロントガラスに 傷が見つかった。セプタの列車の乗客は、列車はすぐに停車し、運転手が呆然としながら運転室から出てきたと語った。乗客は、彼は本当に何が起こったのか分かっていなかった。彼はショックを受けていたと述べた。運転手の弁護士は彼は、事故で酔った脳震盪により、事故について思い出せないと述べた。彼は5月15日に NTSB の事情聴取を受け、 ノースフィラデルフィア駅を通過した後のことを全く覚えていないと述べた。主任調査官は運転士は非常に協力的であると述べた。調査官は5月15日より前に外傷性の出来事を経験したものが少なくとも短期間はそのようなことを覚えていないのは人間の行動として全く珍しいものではないと述べていた。AS ボディープルドフロム歴史オブアムトラックトレーン。 ニューヨークタイムズ、h t t p w w w n e タイムズ、ドッ c o m 2015、05、15、あ日フィラデルフィアアムトラックトレーンクラッシュ、html、r="2015 年5月14日、閲覧。abc、7キルドインフィラデルフィアアムトラッククラッシュ、エンジニア IDD、6abc.com、フィラデルフィア、PA、 ワプビ TV2015 年5月13日閲覧。ニューヨークイコール中井大輔米の長距離鉄道、アムトラックが脱線怪我人多数。朝日新聞。httpww. 朝日 .com articles アッシュ5階 3rcfh5v00 zhtml2015 年5月13日閲覧。 ニューヨークイコール高橋里奈。米鉄道で、脱線事故、5人、死亡、6人渋滞東部、フィラデルフィア。日本経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlasgm13h1ut10c15a5i f 0 0 2015年5月13日、閲覧。ab アムトラックフィラデルフィアトレーンクラッシュメイヤーディスクライブスディザストラスメスガーディアン2015年5月13日閲覧ハートブロークンロックデッドハンドレッツインジャードアフターアムトラックトレーンディレイルズインフィラデルフィア CNN http www.cnn.com 2015 0513アス フィラデルフィアアムトラックトレインディレイルメント2015年5月13日、閲覧。アムトラックシステムタイムテーブルスプリング、ホール2015アムトラック、P33 アメリカの鉄道においては、曲線の緩急を100フィートの子に対する中心角で示し、4度は半径1432.7フィートに相当する。 ドクター・ジェームズ・ B. カルバートディグリー・オブ・カーバッチャー。2015年5月19日閲覧。ウェス・ベレス・ジャスト・ハウ・シャープ・イズ・ザット・カーブ。2015年5月19日閲覧。ブロツマンクリスショア・タワー。2015年5月13日閲覧。アムトラック・ディレイルメントビデオ・ショーズ・ザ・ハロウィング・モーメンツ・ビフォーザ・クラッシュ。ABC ニュース。 2015年5月13日閲覧。AB、アムトラックトレーンディーレイルズ、キリングゴーピープル、カーズリプットアパート。AP 通信。h t t p ニュース、y a h o o c o m アムトラックトレーンワシントンクラシャスフィラデルフィア -014924856。HTML2015 年5月13日、閲覧。アムトラックトレーンディーレイルズインフィラデルフィア。 CNN,http, www.cnn.com,2015,05、CNN, HTTP, www. cn com, 2015, 5, 13, ホムペニ、ギャラリー、フィラデルフィアアムトラッククラッシュ、2015年5月13日、閲覧。AB, アムトラッククラッシュ、トレーンアピアーズ2、ハブヒットカーブ、ゴイングオーバー100、マイルパーアワー。ウォールストリート・ジャーナル。2015年5月13日、閲覧。 US アムトラックニューヨーク、バウンドトレーンディレイルズインフィラデルフィア。BBC、2015年5月13日閲覧。AB、NTSB、エンジニアヒットエマージェンシーブレーキアズトレントラベルド、100、マイルパーアーモーメンツビフォーデッドリーディレイルメント。NBCPHILADELPHIA.com。NBCPHILADELPHIA.com。 2015年5月13日閲覧。AB ノースイーストコリドールエンプロイータイムテーブル3全米鉄道旅客公社。2012年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月13日閲覧。連勝ジャレットフィラデルフィアトレーンメイハブビンヒットバイプロジェクトルビフォーレックロイター http://www.reuter.com アーティクル2015-05-16アス USA トレーンディレイルメントアイダス公文 0NZ18Z20155162015 年5月16日閲覧日本の鉄道で用いられる p t c とは異なるマイケル・ディーシアジャド・ムーアドアムトラック・セーズショートフォルズ・アンド・ルールズ・ディレイドイ・イッツ セーフティーシステム、n i t i m e s com、h t t p w w w 2times com、二千十五零五十五明日アムトラックスエズイットアズジャストマンツアウェイフロムインスタウリングセーフティーシステム H T M L 二千十五年五月十五日閲覧ショーシェットキャサリン E、アムトラックディレイルメントクッドテクノロジーハブストップとザクラッシュ CNN,http www.cnn.com,2015,05、13、ア日、フィラデルフィアアムトラッククラッシュポジティブトレーン、コントロール、2015年5月13日閲覧。ディレイルドアムトラックトレーンラクトレーテスト、train, est, US セーフティーコントロールズ、ロイター。2015年5月13日閲覧。アズトレーン、クラッシュデストールリーチズ7。 G.O.P. ボーツ2カットアムトラックバジェットバイ250ドル M& リレイセーフティアップグレズデモクラシーナウ2015年5月14日閲覧フェルッチョ・ワルレッタインターステート・コマース・コミッション・インベスティゲーションナンバー2726ザ・ペンスルベイニアレールロード・カンパニー・リポート・イン・アル・イ・アクシデント AT ・ショア PA ・ PAON ・セプテンバー61943 ドットドット GOV2015 年5月13日閲覧。産経新聞。米アムトラック脱線専門家、福知山線脱線事故と符号指摘。2015年5月14日閲覧。FBI、ノーインディケーションオブテロリズムイン、アムトラックトレインディレイルメント。CNN、httpwww.cnn.com、ビデオズ、アス、2015。 例語、13、CTNBPR ペリッツアムトラック、ディレイルメント FBI, CNN 2015年5月12日閲覧。AT リスト7デッド、オーバー200ハートアフターアムトラックトレーンディレイルズ、ロールズ、オンサイドインフィラデルフィア。NBCPHILADELPHIA.com。フィラデルフィア、PA、ワカオ TV、2015年5月14日。 閲覧。フィラデルフィアトレーンクラッシュ、シックスデッド、スコアーズ・ハート・アボード・アムトラック・サービス。NBC ニュース。2015年5月13日閲覧。ジェレットレンショー、インベスティゲイターズ・レビュー・データ・フロム・フェイタル、フィラデルフィアトレーン・レック。ロイター。2015年5月13日閲覧。レポート、ディレイルド・トレーン・アピアード・ツービートラベリング・オーバー、100マイル・パーアワー。 msn.com 2015年5月14日閲覧アムトラックトレーンアッコセロレイテッドモーメンツビフォーエンタリングターン NTSB 製図、ザツーウェイ NPRNPR.org2015 年5月15日閲覧米脱線戦列車事故直前に何かがぶつかった可能性読売新聞2015年5月17日閲覧 A.B. フィリップス、デイブ・フィッツ・シモンズ、エマジー、アムトラックトレインポッシブリー、ヒットビフォーレック、HTTPWWW.2 タイムズ、ドットコム、2015、05、16、アス、アムトラックトレインメイハブビーンストラック、ビフォイットディレイルドオフィシャルズセイ、HTML、R イコール02015年5月16日、閲覧。ラタンツヨ。 ビンスにトレインズヒットバイプロジェクトルズミニッツビフォーアムトラックディレイルメント NBCPHILADELPHIA.com2015 年5月16日閲覧ロックハーリング・イズ・オールドネメシス・オブ・トレイン・クルーズフィリップスデイブエリザベス・エイ・ハリスニューヨーク・タイムズ17名2015ハット・スミスポール NTSB トークス・ウィズ・エンジニア・オブ・ディレイルド アムトラックトレーン。WPMT。2015年5月16日。閲覧。シェリル・ゲイ・スタウルベク、マット・フラゲンハイマー、アンド、リチャード・ペレス、ペーニャ、ブランドン・ボース・チャングリス・ツー・トーク・アバウト。アムトラック・ディレイルメント・バット・メイ・リコール・リトル。ニューヨーク・タイムズ。h t t p w w w タ n ムズ t i m e s c o m 2 0 1 5 0 5 1 5明日 フィラデルフィアアムトラックトレーンクラッシュ HTML2015 年5月14日、閲覧。デーブ・フィリップスエマジー、フィッツ・シモンズ、フォアムトラックエンジニアブランドン・ボースちゃん、チャイルドフットパッションビケーム、A キャリア。ニューヨークタイムズ、h t t p w w w n e t i m e s c o m 2015、05、15、アス、アムトラックディレイルメントフィラデルフィアエンジニア。 ブランドン・ボースちゃん、HTML2015 年5月14日、閲覧。エンジニアーズ・ディスカストレーン、ヒット・バイ・オブジェクト・ビフォー・ディレイルメント、nydailinews.com。2015年5月16日、閲覧。ありがとうございます。